はようございます。おはようございます。パリ2日目。2日目です。まあ1日目みたいなもんですよ。昨日の夜、うん、どうですか？すごく寒いです。寒いねー。ロンドンより寒い。やばいじゃん。話しがい？かわいいね。いい子だね。今日はまずは。まずは B さんが食べたいクロワッサン。朝食です。嬉しい。行きたいと思います。クロワッサンやっぱ本場は違うのかな。ね、ロンドンでもさ朝食べて、そうだね、朝食ついててね、うんうん、朝食の後はどこ行く？どこ行くんだっけ？凱旋門。凱旋門とエッフェル塔。よく寝れましたか？寝れました。ぐっすり ね、お部屋も可愛くて二人で添い寝した。一つのベッド。一つのベッドで。来てからずっと同じベッドで寝てるんだけど。ああ、着いた。本当だ。クロワッサン。クロワッサン。セブプレイ。今つりちゃんに英語だ。トワ。トワクロワッサンシルブブレイ。トワクロワッサンシルブブレイ。通じてるのかな。シルブプレイくださいください。クロワッサンください。ください。シルブプレイ。シルブプレイ覚えた。多分30分後ぐらい忘れてるよ。ここもおしゃれ。カラフルだよね。いただきます。いただきます。うん。軽い。バターが濃い。うん。うん、ね、美味しい。優しい味だね。180円ぐらいか。100円です。安い。今回は付いてね。うん、だってこんな大きかったらもっといい値段するよね。うん、めっちゃ減ってたわ。めっちゃ食べてた。でもペロリってしちゃう、うんね。軽いからね。美味しい。でもお昼もね、食べたものあるんですよね。エスカルプ。あれなんか引きつけ初めて食べたことある。でもなんかね、食べず嫌い食わず嫌いというか、はい、ちょ見た目からちょっとダメで食べたことないんで、殻が出てくるんで殻から食を出す。ダメ。サザエとかもダメ。サザエもダメなの。じゃあダメですね。ホタテは可愛いからいけるんだけど、サザエこゴツゴツしてるやん。どういうこと。さっきも食べれるんやけど、ね、グルグルグルって出てくる。なんかそんなに言ってんだよな。絶対エスカルゴ全然言うんだよ。どうでしたか、改めてクロワッサン。確かに。またいろんなもの食べてみたくなりましたね。確かに。すごいな。こんなクロワッサン食べたいね。でもそれこそパンオショコラとか、うん、あるじゃん、うん、いろいろ、うん、食べたいね。食べたいね。パンいっぱい食べたい。パン好き？パン好き。小麦好き。小麦。うん。寒い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 。わぁ寒い。もう。まだクリスマスツリーがある。雪だるま。スノーマン。雪だるま。雪だるま。不動産。おしゃれな不動産。めっちゃおしゃれ。やばー。おしゃれ。正直不動産やろ。確かに。インパリとかさ。ボンジュー。ボンジュー。めっちゃボン。これね、雪で滑らないようにこういう石を。あってるんだ。これあれです、駅にもあって、これがキャリーに挟まって、え、うん、あ、滑らなかった。あ、そういうことか。あ、チケット。
で、この写真撮ってやるんです。これね、うん、このカード作るときね、はい、確かに写真付きがいいんだね、撮りたい。で、なんかみんな変顔して撮ってて楽しそう。そうだ、変顔するの、うん、言ったね。どういうのがいいと思う？私に聞くの。あんな私だよ、言うてる。じゃあいじるのやめましょうよ、そんな。それ作る？一週間いるもんね。そう、一週間いるから。じゃあ、まず写真を撮りましょう。はい、すごい。はい、メルシー。すごいって、美味しい。美味しい、ありがとう。そういうの気になるものね。これ撮りたい。かわいい。いろいろある。いろいろあるっていうか、その下のビギン。じゃあこっち。プリクラみたい。ね。ちょっと。でか。一発目から普通じゃないの。ラスト。ラスト。本気の。本気の福原遥か。本気出していこう。え、分からん。いいかも。いいね。めっちゃいい。おもろい。それのどれかがカードになるんですよね。え、どれがいいと思います？せーの。おー、じゃあこれ。キップ書みたいな感じだね。せやな。変顔できなかった？変顔できんこと。ノー。あれ、何になったの写真結局。真顔ね。最後ね。すごい。はい、はい、どうぞ。地下だね。ね、なんか外国ってロンドンもだけどさ、うるさいんだね。日本静かなんだね、そう思う。電車の中って。まあな。一週間カード。あ、一週間カード。じゃーん、かっちょいい。めっちゃなんか厳重にされてるじゃん。まあ、カードケースめっちゃ悲しい顔してる。それはそれでいいけどね。これ、NG 集。じゃあ先着で何名様に。いい、抽選か、抽選か、抽選でいいっすよ。ファンクラブイベントじゃん。イベントで抽選で。乗り換えでーす。乗り換えでーす。なんか行きのトランジェットのね、あれも撮ってほしかったな。あのベトナムのね、エンジョイしてるやつで、ね、私が動画回しとけばよかったね。かわいいな。かわいい。いや、楽しみ、ね、めっちゃさ、天気よくない？さすがやね。さすがですね。だって昨日までバンバン雨降ってたらしいですからね。あ、すごーい。寒い。あ、そうか。あー、すごい。しかもこの天気、うん、めっちゃ天気、うん、整備よりだ。パリでこんな晴れることないですよね。今天気あんま良くないですね。日本と違って本当に。本当天気がいい。ジェットコースター。本当ジェットコースター。ね、今ね。しかも意外と早い。そう。うんうんうん。おお。なんかバルコニーみたいなの可愛いよね。窓の。うんうん、可愛い。うん。すごーい。すごい。すごい天気。イエーイ、すごい。うわ、すごい。まぶしい。素敵すぎます。こんなに暖かいってある？すごーい。わー、エッフェル塔。エッフェル塔来ました。イエーイ。
パリです。風乗せてる感じにできない。ビューティフォン。いや、すごい。頭から生えてるみたいな。頭から生えてる。いや、生えてないって言うと。エッフェル塔見せようよ。今、生えちゃったエッフェル塔。どこ？行くよ。いや、生えちゃった。オッケー。いいの？もう一回撮る。本当に雲一つないから、飛行機雲が超綺麗。綺麗やったね。うん、すごい。すごい。でも今からちょっと私が行ってみたいなと思ってる、うん、はい、あのパン屋さん。パン屋さんに。おパン屋さんに行きます。おパリでパンを食べよう。食べます。パン。パンいっぱい食べるんだ。パン。カレット。こう真ん中のベージュの屋根のところがカレットっていうお店です。もしかして、はい、サランドル？あ、本当だ。ね、あのサランドって買うだけだったらこのまま入れる。入れる。これかな。買いました。ね。カレットのパルミエというパンです。ハートの形をしてます。かわいい袋もね。かわいいよね。いただきます。どうぞ。マジ顔より大きい。マジめっちゃ美味しい。かわいい。めっちゃ美味しい、うん、今日食べてみ。いただきます。うーん、う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 ん、買って正解。ねえ、食べれてよかった。マジで美味しい。パリパリ。いいでしょ。すごい暖かくなってきた。ね。やっぱお昼時は暖かいね。うん。昼冷え込みけど。はい、ここはどこでしょうか。はい、の真下。イエイ、やってきました。いいね。眩しいね。大きいね。誰誰キャラ変ですか。わー、すごいな。すごい、すごい。写真大会終わりってことで、だいぶ多分30分くらいここにいたんじゃないかな。30分台が晴れてよかった。ね、めっちゃ晴れてるからすごい暑いです。いっぱい脱いじゃった。やばくない？今暑いすぎ。やばい。いや、お次はどこ？お次は、お買い物シャンゼリゼ通り。シャンゼリゼに歩いていきます。はい、はい。行こう。あそこヒュッてなってる。お前あそこか。そう、お昼ご飯を食べに行きます。行ってみます。おさめランチ。お腹すいた。お腹すいた。クロワッサンとパルミエだけですからね。そして多分8000歩ぐらいある。ほんまや。うん、だいぶ歩いた。だいぶ歩いたね。ずっとね、ショッピングの通りを歩き、ね、今から腹ごしらえです。ここ？レストランって感じ。お寿司ある。ほんと隣お寿司屋さん。ここほら見て、お寿司。お寿司。え、かか巻きあるよ。サーモン、サーモン。こっちで済むんだよ。あ、ね、おいしい。
ノルウェーさんとか言うもんね。美味しいよね。おしゃれ。すごアボカド。まあ、カド。そしてエスカルゴは6つ12個。そうね、分けてね。来ましたエスカルゴ。テンション下がってるリーさんが。あれ？あれ？来た瞬間私の目の前に置かれて本当にど真ん前。ちょっと動いてた気がして。これパテ。パテ。パテ？パテの乾杯。これアボカドエビ。なんかイメージと違うね。かわいい。アボカドまんまるなんやって感じ。アボカドの方がメイン。美味しそう。ありがとうございます。じゃあ、おいしい。なんか、さっきみたいに。いただきます。じゃあ、食べちゃうよ。はい、全然熱くない。いただきます。美味しい。大丈夫、あ、食べたから取ってあげようか。この取るの嫌です。そう、うわー、だってカタツムリじゃん。あー、そうだよ。いく？やめとく？おいしくない？これ見ないで。お、美味しいやろ。美味しい。美味しい。よかった。もともと貝は好きだから、うん、食感とかはね、すごい美味しい。ね、貝の食感ね。食感とあのこのねソースと相まって。ね、なんかオリーブオイルとこのバジルがすごい美味しい。ニンニクも効いてる。ニンニク効いてるね。ね、美味しい。ニンニクあれば何でも美味しい。うん。幸せ。美味しい。アボカドシュリンプですね。うん。食べてみて。どうぞ。あ、Thank you。はるかさんが取り分けてくれました。あ、Thank you。では、ではでは、いただきまーす。うん。おいしい。おいしい。おいしい。エスカルゴと反応が違う。おいしい。おいしい。よかった。やった、おいしい。パテ、パテとカンパーニュです。いただきます。いただきます。あ、パンに乗せたい。私エスカルゴと食べたい。おいしい。これパン合う。どれが一番美味しいですか？エスカルゴ。ノー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 。エスカルゴ。ではこちらは牛肉の赤ワイン煮込みです。食べましょう。あ、とろとろ。ね。柔らかい。ボルシチ。おいしい。めっちゃ柔らかい。とろとろ。ね、このパスタ、おいしい？食べてないまで。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。何が美味しかった？牛肉の赤ワイン煮込みとパテ。うん、美味しかったです。パテめっちゃ食べてたもん。そう、ずっとちっちゃくしながら味わってた。美味しかった。何が美味しかったですよね。ねえ、綺麗にソースまで。多分7、8個ぐらい食べたかも。
やばいね、すごいね、欲しかった。ごちそうさまでした。シャルチエさん、皆さんもぜひ来てみてください。ちょっとリーズナブルで、うん、でもすごいおしゃれなお店で、大衆食堂、うん、ぜひ。これからお寿司を食べてきます。フォトショッピングだけどね、お寿司行くんだよね。お寿司ここは何ですか。ここはどこ。マッサージュ。何ですか。マッサージュ。アーティード。バッドパドスがマッサージュ。マッサージュ。え、何だろう。めっちゃ綺麗けど、クリスマスみたい。雑貨屋さんだね。本屋さん。本屋さんだ。ここなんかミニチュア系の。ね、日本のさ、うん、例えばナルトとかワンピースとかハリポッターもある。すごーい。星の王子様もある。すごいね。ベレー帽あります。うわい。ベレー帽ってフランス語だと、ベレー、ベレー、ベレー、発音できる。ベレー、ベーコン、ベーコン。日本、日本。こんにちは。日本、日本のことですか。嬉しい。こんにちは。お邪魔します。はい。かわいい店。はい、お邪魔しました。ね。いい、何色かな。赤どう？やっぱビビットカラーなんていうの？やっぱフランスに来たら赤はスタグレー。ともかさんとおさら、あ、おさら、かわいいじゃない。うん、かわいい。え、ちょっとなんか違いがでもちょっとこっちの方がボルドーっぽいのかな。あ、うん、かわいい。やったかわいい。え、かわいいじゃん。あっちゃんの、え、似合ってる。私は顔が大きいの。こう頭大きいからね、似合わないんだ。めっちゃかわいい。かわいい。かわいい。おお。どうしよう。じゃん。どう？ちょっと日本が恋しくなっちゃった。寿司まとめる。それやばいな。短い焼きそば。めっちゃ短い。そんなめっちゃ短い。めっちゃ泥船やった。お寿司や。うわい、お寿司かわいい。あ、タイマイや。あ、タイマイ。うん、お前食べちゃうよ。いただきます。うん、さっきご飯食べてたんですけどね、さっきまで隣で、しかも、うん、うん、うん、本当、うん、どうですか味は。うん、でもなんか油が日本より似てるかも。ね、おっしゃってましたね。柔らかい、おいしい。なんかご飯たっぷり。うん、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 お米甘くない？甘い。
お米めっちゃぎっしりだなと思って、横から見ると。おいめっちゃ。いただきやす。間違えた。なんで？フランス語と混じっちゃったのかな。いただきます。ごちそうさんでした。ごちそうさまでした。美味しかった。うん、まさか、日本食食べると思わなかった。ご飯食べれた。酢飯じゃなくてなんか甘め、うん、美味しかった。ごちそうさんでした。ごちそうさまでした。ということで今回はこれで以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。メルシーボクー。